会2日目さあ2日目はですね、うん、アユタヤの世界遺産をじっくり巡ります。祝年は世界遺産大好きですよ ねツアーガイドのカティヤさんと世界遺産遺跡群を巡りましょう。ワットヤイシャイモンコンにご案内いたします。おー、はい、ワットヤイワット行っちゃいましょうって聞こえたワット行っちゃいましょうではワット行っちゃってください。わーすごい古そうですねこれ、うん、カティヤさん490年前くらいですね。戦争勝ってから記念に建てられました。かつてタイはビルマと44回の戦争を繰り返してきました。そのうち24回がアユタヤ王朝時代。ここは第20代ナレスワン王がビルマからの支配解放を祝い建立したもの。大仏塔の中を僧侶にご案内いただきます。おお、ここだ。ここ、お、これ仏像、これは金じゃないですか、これ、金。仏像は金箔を貼っています。どういう仏様なんでしょう、これ。お釈迦様の代わりです。お釈迦様の代わりですか、はい、ここには8体の仏像が鎮座します。金箔を貼って祈れば願いが叶うと信じられています。こういう風になってるんですね、こう。え、本当の金、はい、純金です。どこでも自分の悪いところ、どこへでもどうぞ。はい、わかりました。ナベさん、じゃあどこへ貼ります。じゃあどうぞ。毛が増えますよ。お、乗った乗った。これで願いが叶うんでしょうか。はい、そうです。おお、増えるな増えるな。よかったですね。さらに巨大な涅槃仏も。どうして寝てらっしゃるんですか。お釈迦様が亡くなった時の姿です。あ、足の裏へどうぞ。足裏？おお、ここが涅槃仏の足の裏。そこにはコインが。コインがくっつけば良いことが起きるそうですが。お、これは貼るのが難しいぞ。ずっと貼れるんですか。本当はタイの皆さんは最初がろうそく塗ってから。ろうそくで。そんな裏技あるなら早く言って。これぐらいでいいかな。コインを今ナベさんが貼りました。貼りました。いやー、熟年ツアーが成功しますように。